しょ、もう重たい。もうどうして私がこの大量のプリントを職員室に届けないといけないのよ。もう腰痛い、はあ、お、五十嵐出た。吉川、何してんだよ。このプリントをそこの職員室に持っていくんだよ。手伝ってやるよ。いいわよ、すぐそこでしょ職員室。五十嵐、俺たち幼馴染なんだからさ、もうちょっと俺に頼れよ。私の心の中に小さな赤い実がなった。ほら、これ運ぶぞ。いいって。はっ、はっ、私の心の中にあった小さな赤い実がパンパンに膨らみ、真っ赤に熟した。あれ、五十嵐顔赤いぞ。熱でもあるんじゃないのか。パーン。どうしたんだ。おい、どこ行くんだよ。そっち職員室だぞ。ガラガラ、赤い実はじけた。五十嵐、ちょっと職員、すいません、すいません、急に職員、先生って言え。すいません、失礼します、すいません、失礼します。ちょっとなんだよ、急に大きい声出して。なんかあるでしょ、こう赤い実がはじけたの。なんだよそれ。あるとこドキドキしたらこう赤い実がはじけるみたいなことよ。だからよくわかんないけど、もうとにかくこれ運ぶからな。いいって、バーン。あ、何？男らしい、腕の太い血管、赤い実二つ目発見した。なんだよそれが。あ、ちょっと、おい、五十嵐、おい、ガラガラ、恋の万国博覧会入場。入っちゃダメだ。五十嵐、職員、すいません、すいません、なんでもないです。ご起立を。先生を立たせるな。失礼します、すいません、失礼します。職員、なんだよもう、なんで職員室行っちゃうんだよ。ダメだよもう。いいから、もう私のことはほっといてよ。ほっとけるわけないだろ、五十嵐のことをさ。バーン。な、何？私を五十嵐と呼んでくれました。いつも呼んでるよ。赤い実はじけました。おい、ダメだぞ、行くな、五十嵐。あ、ガラガラ、恋する乙女はアマゾネス、職員丸ごとかかってこんかい。五十嵐、カノン職員、五十嵐、ちょ、カノン職員、ダメだってば。ちょっと、やめろ、一番優しい先生を。肘、なんで肘当てようとすんの。すいません、すいません、失礼します。ちょ、もう、なんなんだよ、さっきから。いや、どうしてさっきからあなたは私に優しくしてくれるのかなって思っただけだよ。それは、好きだからだよ。あー、あ、何？おい、行っちゃダメだぞ、職員室。あ、そっちは？ガラガラ。おい校長、その席は私の席だ。校長室ダメだって。ちょっと五十嵐、なあ、戻ってきて早く。校長打ち取ったり。カツラカツラ、もう何して。私が次期校長。何してんだよ校長。そんなわけないだろう、もう。私、あ、ごめん、ごめんなさい。その、さっき吉川が言ってくれたことって本当？本当だよ。それは、あの、友達としてとか幼馴染としての好きとかだよね。そうじゃないよ、付き合ってほしい、恋人になってほしいっていう好きだよ。ほんまけ？え？ほんまなんけ？け？ああ、本当だよ。五十嵐はどう思ってるんだよ。もがな。もがな？言わずもがなで好きに決まっとろうが。ああ、分かりにくいよ。付き合いに決まっとろうが、渡りに船だろうが。どうしちゃったんだよ急に。あ、じゃあ付き合ってくれるのか。あ、嬉しい。やった。もうやったじゃないわよ。わあ、ダメだ。あ、よし、あ、ダメだ。あ、扉、ガラガラ、閉めた。私の歯はグラグラ、私の心もグラグラ、恋の思想脳路発進、扉、ダメダメダメ。